きのこチャンネル。皆さん、目の前にカバイロツルタケがいます。すごいね、この絵のスラッとした長さ、そして下に袋状のツボがあるのと、上ですね、傘がカバ色、茶色で、傘の縁に上線がある。で、ツバがないんですね。横にですね、カバ色ツルタケの老菌があります。老菌だとこのように傘が反り返ってしまうこともあります。これがカバ色ツルタケです。美しいですね。目の前にですね、テングタケ属のキノコがあるんですが、この子がね、幼菌なんですけれども、むちゃくちゃ大きいんですよ。このサイズ感で、このね、ツボがしっかりしていて、この傘の色がほんのり茶色いという点からですね、ハマクサギタマゴタケじゃないかなと思います。さあ、目の前にあるキノコはですね、テングタケだと思います。イボテングタケとよく似てるって言われるんですけど、テングタケのこのイボの部分ですね、平らにピタッとくっついてるっていう特徴と、で、下のツボのところがですね、全く違う、しっかりとしたこのツボがついてるのがノーマルテングタケの特徴です。で、イボですね、ちょっと倒れてるんですけど、こっちにあるこのテングタケを見てもらったら、イボテングタケとは全然違うというのがわかるかなと思います。